したね。ちょっとね今ね婚活ネタとか、動画ネタとかちょっとねため撮りできなくなってしまいまして、 なぜかというと携帯変えました。ほら画面バリバリだったね。これあったでしょ。これねバリバリになってたんで、あまりにもみっともないんで、もうついにやっとね新しい本当3月からプランね安いプランにみんななっていくんで、俺ソフ版使ってますけれども、ソフ版で、3月からね、基本料は6000円ぐらいのプランがあるそうなんで、それでやろうかと思ったんですが、あまりにもねちょっとねみっともないんでやめまして、これエクスペリア、ずっとね俺エクスペリア使ってるんだけども、エクスペリアの 552 っていうの、これ 5の2っていうか、5G 対応になってます。今ね話題になってますんで、ただ使いこなせるかどうかっていうのはまた別な話で、それはそれで後からなんかね、面白いのがあればやろうかなぐらいの感じでございます。で、今回ですね、いろいろこの婚活とかね恋愛ネタはやっぱり皆さんねどうしても興味があるということで、その辺お話をしていこうかなというところで、婚活あるあるというところで、このね実際に自分もやってみてですね、で今参加されてる方々も特にね思うところがあると思うんですけど、今ですね若い人もいっぱいいるんだろうけど、どちらかというと40代50代の層で婚活をされてる方が増えてきて、バツイチの方も含めてですね、初婚はさすがに少ないんだろうけど、でもね初婚のままっていう方もいるんで、俺もそうだけどね、でK さんもそうだし、結構実はいるってね、ちゃんと調査したら意外と結構な人数いるんじゃねえかなというところでですね、婚活パーティーとかに行ってみると意外と年齢層高い方が人が集まってるというところもありますね。もちろんバツイチの方も、多いですから、であとはね年齢が上がっている男たちが多いと、いう話以降、そしてカップリングになったりとかお見合いね、その結婚相談所でもお見合いで成立して仮交際しますってなった時にやたらとこの体の関係を急ぐ方が多いという、これ女性から聞いた話なんだけど、なんかこうボディタッチしてきたりとか、女性からのボディタッチは嬉しいんですけども、男からのボディタッチはセクハラにほとんどなってしまいますんで、あまりやられる方はやんない方がいいとか、がっつかない方がいいと思いますね。俺はもうねそういうのはがっついたりはしませんので、逆にいつ来るのかなっていうふうに思ったということを何人かの女性に言われましたので、あと興味があるのかどうか、非常に興味が強く持ってるのかどうかっていうのがわからないとかねということも言われたことありますね。ちょっと常に冷静なんでねあれなんですけども、年齢がいってるからといってそういう部分は衰えたと言いながらも、そういうことをしたがる男性が多いというところで、特にアプリなんかで知り合った方はほとんどそうじゃないかなと、多分今頃この女性陣たちは今うなずいてんじゃないかなと。これしょうがないです。男の性質なんて男と女って性質が違いますからね、そういう生き物なので別におかしいことではないと思いますが、そういう方は選ばれないし選ばないでしょうから、そういう人そういうものだよと、男というのはそういうものだよというふうに思っていただければいいかなと、特段ね大人同士ですから気にすることもねえかなというところですね。婚活パーティーのはしご率が高いという方もね、こうやってねブログで書いてる方もいるんですけども、これはね特に女性は無料なんで、あとは業者から次のパーティーどこどこがあるから無料で参加してくれとかっていうお呼びがかかったりとかっていうのもあります。実際にその婚活業者と女性がLINE とかでつながってて、そういうの配置をね手配するっていうのもあったりします。これ実際に女性から聞いた話なんで、嘘ではないですからね。で、まあ、男の方も金は取られるんだけど、やっぱ格安で次のパーティーとかっていうのを安く参加される場合どうしますかって聞いてくる業者もいました。でこれで後で実際にね、サミットでもあった方で、まあ、1日 2,3 件とかっていう方もいますんで、年間でね何十万と婚活パーティーに費用を、ね、出されてる方もいますんで、これはこれで別に悪いわけではないんで、ね、もうあるあるです。婚活あるあるということで、俺はねハッシングしたことないですね。1回もないですね。面倒くさいのと疲れちゃうんでね、1回のパーティーに、まあ、これの場合は1回のパーティーに一級入婚という形でですね、全勢力をつぎ込んでやりますんで、くったくたになりますね。その1回帰る頃はもうぐったりですね。で特にカップリングにならなくてそのまま帰ると本当ね、車の中で運転して帰るのが眠いね。もうほぼ電車移動は俺はないんで、車でだいたい参戦しています。であとはねなんだろう、この方はね男の方が女は外で働くべきではないっつって専業主婦になるべきだみたいなことをよく言われると言うんですけど、これはないですね。これは本当一部その方だけ、その方が多分そういう男と多く巡り合っただけで、ほぼ俺の周りでも自分自身でも専業主婦でって言われたら絶対 NG です。はい。逆に働いて仕事持っている方がありがたいというかね、共働きっていう形と、まあ、せめて食費分ぐらいはパートね、時短でパートやってくれる方、ね、専業主婦やりたいっつうんだけど、まあ、ちょっとしたパートをやっていただけるって形にした方がいいのかなというところですね。なかなか今その専業主婦をお願いしますという男性は少ないですね。今そんなにゆとりのある方、収入にゆとりになる方は少ないですから、これはあまり該当しないかな。で数字の詐欺がひどい、これは言えます。女性でも年齢書かなかったりとか、書いてたけど詐称してるって実際にこれは何件もあった話と自分も聞いた話でありますので、じゃあ自分自身何かやるかってやらないです。なぜなら後でバレるからです。バレてそれで終わってしまうんであれば、最初からそれを素直に言ってその時点で判断してもらった方が俺はいいと考えてるんで、絶対にプロフィールの詐称は、しません。でも婚活あるあるで中には詐称する方結構います。あと年齢書かない方ね、特に女性です。男は大体年齢とか全部書きます。収入は書いてないとかっていうのはありますけれども、まあ、男は多分嘘つく点つったら収入ぐらいなのかなというところで、こればっかりはほらだってね、源泉徴収見せるわけじゃないんで自己申告になりますから。ただこれも後でバレてやっぱり少ないからあなた嫌ですって言われることがあるんで、最初からこれも言った方がいいと思いますね。で普通の人が、最高ということ、これは男女ともにそうですね。普通の人いいなって、ただその普通というのはどういうレベルか分かりませんけども漠然としちゃってるん でただそういう方は普通っていう呼ばれる方はもういません。婚活の場に大体すぐ売れてしまいますので、何かしら皆さんねマイナスポイントはありますけど、それを、ね、お互いに譲歩できるという形にしないと難しいんじゃないかなと。で結婚相談所に登録していろんな男性と会って、この方はね男性と会って婚活パーティーを参加しまくった結果、結婚を諦めて一人で生きていく決意が固まったと言っております。まあ、これ婚活に疲れちゃったと、もう現実ね、理想と現実が多分なんか理想だったんだろうね、全然もうかけ離れてしまってるから、だったら一人で生きた方がいいやという結論を出したという方ですね。まあ婚活あるいろいろとあると思いますけども、他にも何か思い当たる節があるようでしたらコメント欄にね書いていただけたらと思います。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。